きチャンネル。ちょ、こんにちは。新企画、今年活躍する助っ人外国人選手を当てよう。これ結構難しいですよ。スタッフ持ち込み企画です。はい、ほんの10分前に決まりました。はい、っていうことは、はい、自信あんだろうね。よっぽど自信あんだろうね、うん、それをやろうって俺らに挑んでくるってことは、うん、違うんですよ。僕は過去の動画を見た時に、うん、あけーろっていうのが大好きで、ゲッテンスみたいなあれが大好きで、うん、あれは確かに見たよ、そうできんかったな、うん、あ、じゃあ今年予想してみようってなったんですよ。あれ本当、あれ頭ずっと残ってるんですよ、ここで叫んでたこと。いや、確かに外国人ってオープン戦めちゃくちゃ良くても、うん、シーズン入ったら全然ダメとか、うん、いるからね、うん、あとあのすぐいなくなるとかね、ユーキリスとかね、かかと痛いってすぐ帰っちゃう。いや、まあ、全員が、まあ、うわーってビッグネームが、はい、速攻ラインになったんで、ね、あとあれでしょ、うん、あの神のお告げでね、ケーターの阪神の、はい、やったっけ。ああ、もう忘れちゃったわ、はい、名前ね。ね、まあギテンスはね、いつも1打席目で今年もね、はい、結局怪我したしね、はい、海外でね、うん、だ皆さんのね、だからみんなも一緒にできるからね、そう、いつも文句ばっかり言ってるかも分かんないけど、はい、ちょっとみんなも予想して、うん、自分の目が正しいか間違ってるか一緒にやってほしいよね。今年この外国人は必ずもう活躍すると、うん、でこれね、投打でやります、はい、投打、はい、で今日はあの打者編です。はい、打者編、うん、ルール決めます、はい、まず助っ人外国人なんですから、うん、試合出て当たり前ですよね。はい、そうですね。ね、うん、ってなった時に出るのが普通だから、うん、100試合以上出た場合、はい、0点です。ゼロ？だからプラス出るのが普通だから、ベースだから、ここに加点はないです。なるほど、はい、で100試合未満80試合以上、うん、マイナス1点、はい、60試合以上80試合未満マイナス2点、うん、40試合以上60試合未満、うん、マイナス3点、うん、40試合未満、うん、マイナス5点です、はい、これはもう当たり前でしょ、はい、外国人選手で40試合未満って、うん、おい何しに来たんやって話、スケートじゃないですね全然ね、うんうん、だそのこれはまず基本ベース、うん、試合数、はい、で続いて、はい、打率、うん、2割5分から2割6分、うん、だから2割5分台ですね。2割5分台1点、はい、2割6分台、うん、2点、うん、2割7分台3点、うわー1点刻みでいきますそこで2割、8分台、はい、4点、うん、2割9分台5点、はい、3割台6点、ここから1分ずつだから1点ずつずっと上がってます、はい、無限に、うん、ね、で、2割5分以下は0点です、はい、でこれが規定打席に到達した場合、うん、2倍になります。おお、それ大きい点数が、うん、規定打席に到達した場合2倍になります、はい、で打席数が100打席未満の場合は0点です、うん、0点、打率がいくらだったとしても、あ、0点だから100打席未満だったらいくら3割でも0点です、はい、でホームラン、はい、次、はい、10本台、うん、1点10本台で1点10スケット外国人で10本台って終わってんで、ね、まあそうですけど近年そんなにいかへんじゃないですか。最近の外国人、そんな俺はそんな低レベル認めへんで。だってホームラン王で20何本だよパ・リーグと。いやだから認めへんそんなの。10本台1点、うん、20本台2点、うん、30本台3点、うん、40本台4点、うん、50本以上5点、はい、です。これでも打率高くいきそうな人狙う方が、でもそうしたら点が高くなるかもしれない。まあ、そんなやつ分かるの。いや分かる。打率3割打つ外国人もほぼ見たことないから、ね、じゃあホームラン30本いくっていう人より、いや多分こう切り込み隊長的な1番とかを行く人たちの方、こう行きそうな候補の方がいいのかなとか。スティーブンソンみたいに。スティーブンソン、そうそう。じゃあやめよう。じゃあ10本台1点、20本台2点、30本台4点、はい、で40本台7点、うん、50本以上10点。おこれにしよう。10点、うんうん、50本以上だから夢ありますね、うん、10点、うん、で次打点、はい、60点台1点、うん、70点台3点、うん、80点台5点、うん、90点台7点、はい、100点台8点、うん、110点台9点、120点台10点で、そこからまあ1点ずつ上がっていきます、はい、オーケー、はい、これです。はい、了解です、はい、
この点数で1年間かけて、はい、ね、勝負です。であれですよね、既存の選手、はい、あでルールは、うん、在籍2年目以上の選手は1人しか取れません、はい、あと2人は今年初めて来日した選手、うん、はい、でこれはドラフト形式で、うん、かぶったら取れません。取れないな選ぶってことですか。3人ずつ選ぶ、はい、3人 で, でこれで得点を争って、はい、シーズン終わって何点になってるかっていう、はい、了解です。いやちょっとアキーノみたいな選手選びたくないよ出てくれ試合に出てくれよね、はい、あだからあ、じゃあ打率をマイナス点つけようか。2割3分以下、うん、1点マイナス。お1割台、うん、5点マイナスです。5点マイナス、1割台やで。まあそうですね、うん、チケットじゃないじゃんっていうね、うん、はい、途中帰国は途中帰国は、ま、途中帰国、途中帰国は、でも途中帰国多分出場しないですよね。そうそう、そっちに換算される。あでもあれか、打率も試合出場で、あれでしょ、あの試合出場してるじゃん、うん、はい、出場のマイナス点あるじゃん、うん、でそれで2割3分以下2割以上は、うん、そのマイナス2倍だ。要は60試合しか出てなかったら、うん、マイナス点あるじゃんね、はい、2割から2割3分の打率だったら、うん、それが2倍マイナスになる。あーそういうことか、うん、で2割以下だった場合は、はい、マイナス、うん、4倍になります。だ試合実はもう怪我してて終盤の5試合しか出てないのに、うん、ポコポコ打って、うん、打率4割とかだったら、うん、だったら0点だけど、うん、試合出場数でマイナスになるから。マイナスになるとか、うん、はい、いいですか。いいですよ。はい、で勝負で、うん、はい、まあ、もう活躍する選手選べばいいってことですね。そうそう、だから1位から3位までね、はい、誰1位に持ってくるか勝負だからね。やっぱり既存の選手を1位に行くか、新外国人を1位にするかとか、やっぱ戦略にもよるんですよね。戦略、うん、これセパ合わせてだから、はい、ね、もう合同で新外国人と既存の外国人、はい、あ、そんで言い忘れてた、はい、タイトル取ったら、うん、タイトル取った点数が3倍になります。おお、なるほど、うん、打率の点数が首位打者取ったら倍になる、うんうん、あ、首位打者取ったら3倍、3倍、だからもし5点だったら15点になる。はい、2倍にする。通るよは通るよ。いやいや走れへん、走が通らへん。いやね、足速い人いますよ中に。いやいや絶対大丈夫大丈夫2倍にする3倍にする2倍でいいんじゃない。じゃあ2倍に、2倍でね、うん、はい、タイトル取ったら持ってる点数の、はい、その種目で打率打点ホームラン2倍ね。はい、OK、でもトルーを取ったら10点にしましょうよ。うん、絶対取れない絶対取れない、もう絶対取れない。言い切れる言い切れる言い切れる。外国人で足速いって本当に速かったのヘルマンだけだから今までいないんですか、トルーの外国人ヘルマン、トルーでね、ヘッドサイン、うん、セーブル、オリックスの、ね、多分ヘルマンぐらいだから、他速い速いって本当に速いやつ見たことない、わかんないじゃん。はい、さあ行くよ。はい、じゃドラフト1位、うん、いや、かぶっちゃうかな。いや、かぶっちゃうかな。さあ、いくよ、せーのね、はい、せーのね、1位ね、はい、せーの、レイエス。おー、そこと、レイエス、日本ハム、サンタナ、アギラ。おー、かぶなかった。いや、もう、佐藤さん、私はね、レイエス行くと思って、レイエス行っちゃった。そう、レイエス行こうかなと思ったけど、まあ、同じ大砲系でアギラにした。レイエスかぶりあるかなと思ったんだけどね。いや、そうそうそう、僕はそれよりも、もう先にサンタナを抑えたかったんです。なるほどね、取りたかった。あ、もうあの、安定のね、安定の、うん、おー、ね、じゃあもう既存いけない、既存いけない、うん、そうです、新外国人、うん、新戦力少ないから、ね、少ないんですよ。そうなんですよ、だから俺はもう新戦力を最初に行こうと思って、うんうんうん、よし、うわー、どっちにしよっかな。いいですか。はい、いいですか。はい、いいですよ。じゃあドラフト2位、はい、せーの、スティーブンソン。ウォーカー、ウォーカー、ウォーカー、俺スティーブンソン、スティーブンソンね、日本ハム、日本ハムのね、やっぱり日本ハム使いますか。僕レイノルズ、うん、レイノルズね、はい、マット・レイノルズ、広島の、はい、広島の、うん、ちょっと期待してるんですよね。でも広島もね、野手ね、あの、そう、シャイナーとレイノルズをすっごい迷ってるんですけど、シャイナー今一つまで当たってきてないんで、レイノルズ結構器用なんですよ、セカンド思ったりサード思ったりするんで、うん、ちょっと広島がジョインくれたら言えるなと。セカンドは別にいらんで、菊池いるから。え、そうですよ、でもいろんなとこ練習するんですよ、うん、それはあれだろ、いろんなところで練習するやつマジやばいからね。いやいや、やばい、聞いてもないから、過去は1個しか練習しないから、うん、外国人で複数ポジション、うん、怪しいな。
いや大丈夫です。いや広島は今年上位来るためにはレイノルズの活躍があると。ウォーカー、うん、昨日ホームラン打ったし。うん、もうかっ飛ばしたんで昨日。じゃあ俺も。もう既存は選び放題やな。そうですよ。うん、スティーブンソン。うんうん。スティーブンソン。あもうスティーブンソン。あのメガネの。うん、レイエススティーブンソンでいいから。はい、まあ少なくても試合は出ると思うね。うんうん。日本ハムだから。はい。だからそういったところでマイナス点もないなと、うん、あとどっちかっていうとアベレージ型だから俺が思うに、はい、なんか一番候補って言われてますもんね、スティーブきっちり打率を残して得点を取っていくっていう、うん、はい、なかなかなんか肩が弱いらしいんですけど大丈夫ですか、うん、大丈夫だよ、すっごい弱いらしくて肩、うんうん、狭いから狭いあのエスコンも、うん、最近パ・リーグの技術どこも狭くなってる大丈夫ですか、うん、大丈夫だ、あよかった、うん、今度うちは関係ないから守備なんて、肩弱いやついっぱいいるから、私何気に次にスティーブンソン行こうかなと思ってたんですよどうしようかな既存ね、よし、うん、決めた、はい、決めた決めた、せーの、お堂はえっ、お堂は、お堂は、うん、誰、コルデロ、あセーブの、はい、お堂は、お堂は、うわー、ここでか、3位で被りました、既存行かなかった、うわなんで既存行かなかったんですか、うん、既存行かなかったんですか、それをお堂はの可能性にかけたんですか、いや、やっぱりさ、うん、これ YouTube やろ、うん、誰も被らないで終わるって、何おもろいねんっていう確かに取れなかもね、ああこんなもんもう今、私がお堂は行くって分かりました、いやいや、ひょっとしたら3人お堂あるんちゃうかと思って、ああなるほど、うん、だからどっちかは絶対お堂が言うと思って、うんうん、あのそれはやっぱり消しに行こうっていう、うん、あなるほど、うん、万が一さすがに去年はあんまりメジャーでも活躍できなかったけど、うん、その前まで、まあ、打率は悪いけど、うん、ホームラン2桁ずつ打ってるから、うん、ずっと打ってるから、はい、メジャーのプライドさえ捨てれば打てると思うね、うん、まあちょっとプライドあると思うね、日本楽勝っしょみたいな、やっぱなんかこう実績はちゃんとある人なので、うん、やっぱ巨人でしかも外野だったら出るところもあるかなっていうところで、そのプライドを捨てれたら、こうね、日本野球の難しさをしっかり自覚してここで頑張ろうってプライド捨てれたら打ってくると思うけども、やっぱ YouTube としてはそんなすんなり被らないで終わるって一番おもんない展開なんで、だからやっぱここはちゃんとちゃんと被せてきましたね、うん、ちゃんとやっぱ YouTuber としてはちゃんとじゃああと佐藤さんと私か、嘘だよ、はい、じゃあおすみラミレス、ラミレス、ラミレス、あれラミレス、ラミレスめっちゃいいで、ラミレス、あれ佐藤さん最初ラミレスって言ってないレイジェス、レイジェス、あレイジェス、あそう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 、新外国人めっちゃパワーあるで、えでもラミレス乗ってないですね、んえラミレス乗ってない、契約が遅かった、あーだからなんだ、うん、よし決めた、うん決めた、はい、いいですか、はい、せーの、オスナ、オスナです、うん、ヤクルトの、はい、オスナね、ああ確実に絶好調やからね、うん、確実に誰ですか、あのシャイナ、シャイナ、うん、そっちね、ラミレスやめた、うん、ラミレスやめた、うん、まあ、ラミレスまだ育成だから、育成だからそんな深く低要素いやそれでガーンっていったらすごいですよ、ね、可能性あるからね、うん、ね、うん、あります、あります、うん、全然あるし、うん、俺はポランコも迷ったんだけど、うん、僕外も迷ったんですよ、うん、外どうですかね、外まだ来たばっかりだから、そう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 本当に今日合流とかだよ確か、いや今日多分試合出るかなんかな、うん、だから俺はレイエス、スティーブンソン、オスナ、はい、私がアギラ、アギラ、ウォーカー、うん、シャイナ、僕がレイノルズ、サンタナ、レイノルズ、コルデロ、コルデロ、はい、これね、これでね、はい、うん、いやでも誰か一人は大活躍してほしいですけどね、うん、だ既存というよりもやっぱり新外国人が活躍してほしいですよね、うん、そうだね、そう、そうだね、うん、誰が見る目あるかっていう、うん、楽しいですね、うん、はい、これ皆さんもね、はい、一緒にやってください、うん、ね、これ誰でもできますからね、誰でもできる、うん、別に俺らとかぶったかぶらないかやる必要ないから、はい、自分らでいけると思う選手をね、だし、うん、もう誰がどうなるか本当に分かんないやつですね、分かんない、分かんない、うん、分かんない、これみんな帰っちゃうかもしれないし、分かんないから、ということで、はい、次回は投手編です、はい。